にちは、ビワーズです。今回はアクア専用抵抗内蔵ウィンカーバルブのご紹介です。アクアのウィンカーはフロントは LED なのにリアは電球でちょっとバランスが悪い。どうせならリアウィンカーも LED にしませんか。ビワーズの LED ウィンカーは抵抗内蔵型なので純正バルブを外して LED バルブを装着するだけと取り付けもとても簡単です。抵抗や IC リレーを取り付けるといったハイフラ対策の手間もありません。トップ部分には新設計の超広角プロジェクターレンズを搭載。超高輝度 LED4 つをこのプロジェクターで拡散し、前方への驚愕的な照射を確保。さらに側面にも超高輝度 LED6 個を4箇所に使用し、360度無死角照射を実現しました。純正球280ルーメンに対し、ユアーズの LED バルブは2000ルーメン、なんと約7倍の明るさなんです。また熱のこもりやすいバルブ先端には冷却ファンが搭載されており、故障の原因となる熱を効率的に逃がすことでフルパワー点灯をしっかり維持。 LED バルブの長寿命化にも成功しました。超効率的に照らし出し、過去にない驚異の明るさを実現。他社にはない次世代 LED をぜひご体感ください。取り付け方の紹介です。リアゲートを開けて作業します。助手席側の作業をします。テールランプを固定している2箇所のボルトを外してください。テールランプを外す前にマスキングテープを貼っておきます。テールランプを手前に引いて外してください。ソケットを反時計回りに回して外してください。純正バルブを手前に引いて外してください。 LED ウィンカーバルブを取り付けてください。ソケットを時計回りに回して取り付けてください。外したパーツを元に戻してください。マスキングテープを剥がして終了です。抵抗内蔵で誰でも簡単に LED 化を実現。交換するだけでキレも抜群の爆光ウィンカーに、ファッション性も格段にアップします。アクアにお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。